7時もう秋やね。はい、もうわかるか。あみはわかる。秋やで。そうや、だからこれフィラリア予防、あれ、引き続き頑張っていきましょう。はい、ということで我が家のフィラリア予防はおやつ、歯と薬歯がいて、まず体重の重いテンとマルとアミちゃんは大きな方のおやつタイプ。なるな、これ。あ、これ犬用だから食べれないって。あれやな、ラブちゃんとこのパパさん、これ食べたらダメですよ。はい、でちっちゃい方、スティックとハイユとナナは細いので、ちゃんと小型犬のちっちゃい子用あげます。で、ロジなんですけど、あいつはもうおやつは食べないので錠剤をあげます。それではおやつと見せかけた、何だっけ、フィラリアの薬。もうちょっと逃げんな。よっしゃ、フィラリアのお薬タイムに入りたいと思います。はい、ということで出していきました。一応ちょっとこうやって間違えないようにね、一人ずつ上げていかなきゃいけないんですけども、ここで待ちきれない人と食べない人、食べるけど口と、じゃあ入れていきます。はい、したらまずナナちゃん、まずナナちゃんだよね。はい、ちゃんと食べてるから、やべ、こういうことがあるので気をつけてください。はい、スティック、スティック、はい、おっさんも食べました。はい、次は大きい子組ですね。後ろに新聞、ちょっと向こう行って食べないで、ここで食べてくれる？もう食べたこと確認しなきゃダメなのかね。一回ね、誰のが残ったのか分かんない時があって、もうその時はもう驚愕だったので、確実に食べてみます。はい、次ま
すっごくこっち見てるけど、あんた錠剤なのよ。いつも食べないでしょ。こうやって待ってても、もうそれはないんよ。お疲れ様。お疲れ様。君たちはもうお疲れ様なんで。じゃあないじゃん。ロジもいる？ロジもいるな。でもロジはなんと、あ、ちょ、ということで、ちょっとみんなお利口さんに食べたので本物のおやつでご褒美だ。うん、はい、はい、なちゃん、はい、はい、あちゃん、はい、はい、はい、よいしょ、よいしょ、ということで、今月も蚊に刺されても安心です。安心です。もうないんだわ。はい、じゃあ閉めますよ。ということで皆さん、また来週。バイバーイ。